皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。サニジャニの光平です。水木です。今までね、はい、本当にご心配をおかけいたしました。いや本当にたくさんご心配いただいてすみませんでした。こんな久しぶりに動画撮ることないよね。ないどうやってドキドキしちゃう。どんなだったかしらドキドキしちゃうんですけれども、はい、はい、まあ見ての通り私たちは元気に過ごしております。生太郎も元気です。まあ、こうしてね、もう1ヶ月以上かな。そうだね、1ヶ月以上お休みいただきました、はい、ありがとうございます。こんなに長くゆっくりさせていただいたらもうね、本当に皆さんが動画を再生して応援してくださったおかげだと思いますので。いや本当にお休み前もお休み中も結構昔の動画にコメントいただいたりとかして、ね、皆さんが見てくださっているのを私たちにも届いております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、まあそんなわけで、はい、動画をね再開していこうと思います。はい、はい、ただ今まで週2ぐらいで投稿してたんですけど、うん、この水木が病気になった後もちょっと投稿頻度がまだしばらくは週1くらいの不定期投稿になるかなとは思います。ゆっくりね、うん、徐々にゆっくり復活していこうかなと思っています。はい。でまあ最初、うん、最初の方は実は撮影してあったけどまだ公開してない動画があるんでそれをちょっと季節感って感じになっちゃうかもしれないですけど、ネタバレしちゃうと流氷の動画とかあるんですけど出そうかなと思います。ね、もう桜も咲いて暖かい方の地方の方ではね散ってる頃ですよ、うん、ちょっとまあ皆様からしたら季節感どうなってんねんっていう動画になっちゃうかもしれないんですけれど、はい、はい、ちょっとまあしばしお付き合いいただければと思います思います。で、まあ、何をしていたのかと、お休みの間主にお休みしておりました。いやもう本当にゆっくり過ごさせていただきました。たまにねブログとかでも写真が載ったりしたと思うんですけれども、少しずつ暖かくなってきたのでお散歩したりとか、あとはお家にいることがやっぱり多いので、私は大好きなちょっと映画をね久しぶりに見たりとか、また浩平くんが作ってくれた美味しいご飯食べたりとかしながら元気に過ごしておりました。まあ、僕は主に家事をしながら主に家事をしながら、うん、まあちょこちょこお仕事をしたりとか。小平子はなんだかんだちょっと忙しそうだなと思うこともあったけどね。まあまあでも本当にゆっくりさせてもらえたなと思いますが、うん、見ての通りビフォーアフターだと劇的に元気になったんじゃないかなと本当にね元気になりましたのでありがとうございました、はい、ありがとうございます。で、皆さん気になってるであろう、今水木どうなのと、はい、元気なのとですよね。本当に本当にたくさんご心配いただいて、ご心配をおかけしてしまって申し訳ない気持ちなんですけれども、今現在の私の病状はというと、少し前に2回目の評価 CT を取りました。はい、はい、その結果としましては、まあ、少し良くなったと。前回の CT よりも、前回の CT が劇的に良くなっててそこよりまたさらに少し良くなったと。少し良くなって、なんかこのもともとがんがあったモコモコして炎症が起きてた部分がちょっと今ベタベタとその炎症の跡があるらしいんですけれども、そこもちょっと少し良くなったかなっていう、ベタベタが良くなったって先生がおっしゃってたんでベタベタしてるなと思いながら、そんな感じで原発層の膵臓付近っていうのはそのような感じで少しずつ良くなっています。で、転移があった鎖骨に関しては前回もほぼほぼちょっと目視では見えなくなってるっていうことだったんですけれども、今回も同じようにほぼほぼ分からないという状態です。ただ実際に組織を取ってみないと、そこにがん細胞がまだあるかどうかっていうのはもっともっと小さい世界の話になりますので、もっと詳しく検査をしてみないと分からないっていう形になります。で私のこう感じている病状としては、以前と同じように一番辛いのは副作用、抗がん剤の副作用ですね。まあ、それは変わらずね、抗がん剤をしている限り、はい、変わらずちょっと気持ち悪くてご飯が食べづらい時期が初日2日目3日目ぐらいあって、1週間ぐらいかけてちょっと良くなるという形になります。で、あと、まあ、気になるのがしびれなんですけども、私がこの打っている抗がん剤のフォルフィリノックスという種類はとても強い一番強いぐらいの抗がん剤になりますので、副作用が残りやすいということで、しびれがちょっと抜けづらくなりつつあります。ただこう元気な時期も終盤になるとちょっと気にならなくはなってくるんですけれども、少ししびれ指先だけなんですけど気になるなっていうところと、あと気になるのは味覚障害がある
少し出るというぐらいですね。ただこれも副作用が抜けてくるとともになくなるので、元気な時は美味しくご飯を食べられています。はい、はい、ちなみに体重は変わっておりませんが、筋力が落ちているのでそこが気になるところです。はい、はい、で、まあ、前回 CT を取った時も手術がちょっと見えてきたかもという話だったんですけど、今回の CT でいよいよ手術をすることを念頭に置いて治療計画を立てていこうということで、実際に執刀してくださる先生のお話を聞いてきました。はい、はい、今まで抗がん剤をしてたけど、抗がん剤から切り替えて手術にするという治療方法を変えるのをコンバージョンというらしくて、コンバージョン、なんかコンバージョン手術って聞くなと思ってたんですけど、うん、このことらしいですコンバージョン手術を目指してやっていこうというところで、はい、まあ、要するに何をするかというと、水木の膵臓があって、膵頭部というところに主にがんがあるんですけど、はい、その膵頭部のあたりをがっつりと手術で取り去るという外科手術ですね。はい、まあ、ただ回復手術になって結構重たい手術なので重たいというか難しい手術にはなるので、僕としては手術避けたいなっていう気持ちはずっとあったんですけど、まあ、やっぱり根治という状況を目指すのであれば手術は避けて通れないというところなので、水木は手術をするというつもりでいますので、はい、それを目指していこうかなと思っています。はい、ただまあ手術の時期というのが非常に難しいらしく、非常に難しそうだったよね、お話説明を聞いてると非常に難しいですね。はい、まあ、要するに一番最悪な状態というのは、手術をしました、しました。で、膵臓のがんと膵臓をがっつり取りました、うん、だけど新たに別の部分で再発して、そっちで普通にがんとか結構ありますよというか、うん、特に術後すぐに再発してしまった場合ね、そう、うん、手術っていうのはやっぱり体へのダメージがすごく大きくて回復に時間がかかるんだけど、うん、それにもかかわらず再発してしまったってなったら、またそっちの治療をしなくちゃいけないし、まあ、結局がんってあっちにこっちに転移していくものなんで、うん、それを追いかけて全部切っていくことはできないので、なので基本的にステージ4の転移してるがんに対して手術はしないっていう考えなんですよね。うん、なので水木の手術をするにあたって難しいのは、膵臓を取ります、ただ他に転移が絶対ないですよっていう確信がある状態で手術をしたい、はい、というのが難しいところらしくて、なのでその根拠集めが必要になってくるんだよね。そう、以前ここの鎖骨の転移を見つけたのはペット検査っていう検査なんですけど、そのペット検査だと結構大きいがんじゃないと見えないんです。要はペット検査ではここ以外には見えてないけど、ここ以外にもあるかもしれない。で、ここのがんを例えばペット検査をして見えなくなったとしても、ペット検査では見えないだけであるかもしれない。で、ペット検査でも CT でも見えないけど、どこにあるのかわからないというのが難しさらしくて、まあ、要はがんが他の場所にあるのかないのか調べる方法がないらしいんですよね。ね、そこが進歩したらすごいがん治療進歩するんだなって聞いてて思いましたけど、まあ、それが可能ではないということで、うん、なので、まあ、じゃあいつ手術するんだというところなんですけど、さらにここで難しいのが、水木は繊毛細胞がんっていう希少がんなんですね。はい、なので膵臓がんの繊毛細胞がんでステージ4でコンバーション手術までたどり着いている人っていう情報がすごく少ないんですよね。うん、うん、だから、他のがんだと、まあ、よくある腺がんってやつだとコンバーション手術をしている人がたくさんいるから、このぐらいの時期に手術した人は再発している、このぐらいの時期に手術しては再発してないとか、うん、まあ、データがあるんですけど、それがすごく少ないっていうのがまず一点不利なところ。不利です、不利ですで、あとガイドラインっていうのはないらしいんですよね。うん、全体で統一したガイドライン、この時期に手術しましょうっていうのはお医者さんの話ではないらしいので、各医療機関ごとで今までの知見をもとに、こういう時期に手術すると再発の可能性がここからは少ないからこの時期にしましょうとか、うん、この検査をしてがんが見つからなかったら手術する方がいいんじゃないかとか、うん、いう今までの経験をもとに手術っていう時期を決めるらしいんですよね。うん、まあ、だから究極答えはなくて誰にも分かんないらしいんですよ、いつがベストなのか。お医者さんの言葉を借りると、もしかしたらもう原発層にしかがんはないかもしれない。そう、それなら今取るべきなんですよね、絶対今やった方がいいかもしれないっていう言葉もありました。ただまだ抗がん剤をしている期間が短いので、その他にも目には見えないけれども転移している可能性がある。だからもし
転移があった場合、手術したのにすぐ再発してしまう可能性もある。そう、目に見えなかったのが大きくなってきちゃって、結局がんあったじゃないかってなってしまう、まあ、最悪な状況にね。そう、抗がん剤で叩ききれてない可能性があるから、本当は8ヶ月とか1年とか抗がん剤をして叩ききったっていう確信を持って、根拠を持ってから手術をした方がいいのかもしれないっていう言葉もありました。なので本当にわからないですよね。今すぐやった方がいいのか、まだ早いのか、正直答えはないそうです。で、今のところの一応お医者さんの見解としては、その今までの経験からすると8ヶ月間様子を見て、8ヶ月間、転移がない状態だと、まあ、その後再発する人はすごく少なくなるよっていうのが、まあ、ターニングポイントが8ヶ月ぐらいらしくて、もちろん8ヶ月を超えた後手術しても再発する人はいるんですけど、その可能性がだいぶ少ない。さらに言うなら1年見るとよりいいですね、というか1年経っても転移していなければ手術しても再発の可能性はすごく低いよということらしいんですけど、ただこれ難しいのが、じゃあできる限り待ったらいいじゃないかっていう話なんですけど、待っている期間抗がん剤を受け続けられるのかっていうまず問題があって、水木のフォルフィリノックスはすごい強い抗がん剤なので、もう今もしびれとかがちょっと残り始めちゃってることを思うと、そんなに長く水木の体が抗がん剤に耐えれるのかっていうことと、がんそのものも抗がん剤に耐性ができてきてしまって効かなくなってくることが普通らしいので、まあだからその待っている間に抗がん剤が効かなくなっちゃって、それゆえに他の場所に転移してこうどんどんがんが育っちゃうっていう可能性もある。そしてそうなるともう手術の適用外になってしまうので、次の一手っていうのが非常に難しい水木の状況では。フォルフィリノックスに代わる抗がん剤っていうのがあんま選択肢がないので難しいなというところで、なのでまあ、いつ手術するのかが今一番大事なところなのかなと思います。はい、はい、ただ手術できれば半年ぐらいで結構またそのうち説明すると思うんですけど、結構がっつりした手術になるんですね。すごく、まあ、あの大手術、ね、内臓のこの仕組みを作り変えるような手術になるんで、ちょっとお話聞いた、あの詳しく説明していただいたんですけれども、先生にそんなことができるんだっていうのを、私たちのど素人レベルではやっぱりすごいなって思うような大手術だっていうふうに先生はおっしゃっていたので、まあそういう大手術ではあるんですけど、一応半年ぐらいすれば回復して普通に生活できるようになるということらしいので、早ければ早ければね、なので手術して普通の生活ができるようにっていうのがまず目標で、その後5年間再発がなければ一応治ったよということらしいので、じゃこれが根治という形になるみたいです。そこを目指していこうかなというところです。はい、はい、まで、その担当してくれるお医者さんとしてもまだ現在はっきりと方針を決めてるわけじゃなくて、まあ、内科の先生だったり他の先生だったり、いろいろチームを組んで相談してこれからしっかりと方針を出していきますということらしいので、まだはっきりとこうなりましたという状態ではないんですけど、とりあえず手術はやれるぞという状況になってきたという嬉しい報告です。これはなんかもう本当に数ヶ月前には信じられないようなお話を先生がこうやってあの前向きにお話を進めてくださるので、ちょっと、まあ、まだもちろん安心はできないですし、この後どうなるかっていうのはまだわからないですけれども、今の時点ではあのすごく前向きなお話をいただけてるのかなと思っていますね。本当に、水木の膵臓がんステージ4だよっていうのを分かった時にはもう聞く話は絶望しかなかったので、一応僕たちとしては希望を持って前に進もうということで、ね、明るく配信してたつもりなんですけど、聞いてた話は結構絶望の話が多かったので、その時思えば本当に今は希望に満ち溢れてるなと思います。頑張る目標がこう見えるとね、よりこう強い気持ちを持てるというか、今までも強い気持ちで明るくというふうには思っていましたけれども、またそれとはまた違って心強いなっていうふうな思うよね。そうだね、まあでもちょっといろいろまだ不確定要素も多いし、医療機関ごとに考えが違うという話でもあったので、まあ、セカンドオピニオンをして情報をたくさん集めてきて、それを踏まえた上で先生にまた考えてもらって方針を決めていければなと思っています。なんかもう常に選択選択だなっていう感じだよね。
最終的に決めるのは患者さんですっていうふうに言われてるんで、まあ今しますこういうふうにしますは提案を受けて水木が決めていくことなんだなと思っています。はい、ただ医療の進歩はすごいなと、ね、本当に思ってますね。このコンバージョン手術っていうのができるように、もう膵臓がんに関してできるようになったっていうのが本当に新しいみたいね。ね、割とここ十数年の話なのかな。うん、それまでやっぱり膵臓がんで転移があると手術っていうのがもう難しいっていう風になってたみたいなんですけれども、そこから抗がん剤の進歩が進んで、がんを小さくすることができるようになって手術までたどり着くことができた患者さんっていうのがこう出てきてっていう風に、こう医学の進歩と患者さんの頑張りでこういうふうに膵臓がんの転移がある状態で見つかったとしても希望が持てる状態になれるかもしれないっていうね、そういうのが素晴らしいなって思うよね。はい、はい、まで今後なんですけど、はい、今まで通り楽しく配信を続けながらたまにこうしてね病気のお話で報告していこうかなと思うんで、基本は自分たちが旅したり観光したりする姿をねお見せしていければと思います。基本的にはサニージャーニー私たち2人とも変わっておりませんので、できる限り皆さんとこの楽しい景色だったりとか美味しいものを共有できたらいいなって思う気持ちは変わりません。はい、はい、それではまた、はい、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。